新甲子園球場です。メイソン対青春、この一戦をお送りいたします。メイソンの先発は右の橘、青春の先発は左の重野、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。
球。投げました、打ちました、初球打ち、セカンドゴロ正面、あっと弾いた、取れない、セカンドのエラーが記録されます。バッターは2番室田、今日3打席目。初球打ちました、取りました、これで3アウト。結局1塁、第3球を投げました、流し打ち、ファースト飛びついた、ファースト強襲、内山いいバッティングを見せました。さあノーアウトで飛びます、投げました、打ちました、破った、ボールは中継、シゲのナイスバッティングです。メイソン第2球、投げました、打ちました、ファーストゴロゲッツーになるか、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、メイソン投げた、打ちました、ファースト前方のフライになりました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ、三塁にランナーを置き、第4球を投げた、流し打ち、どうだ、当たり損ねのサードゴロ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番ブライン、今日はファウルフライとセカンドフライ、投げました、初球打った、ライトへ上がった、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番今川龍、投げました、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファウル、第3球を投げました、打った、レフト方向へ持っていきましたが掴んで、これで3アウトになります。次が4球目、投げた、低めの球、見逃し三振。次は5球目、投げました、真ん中、空振り三振。第3球を投げました、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んで第4球を投げた、打ちました、これはセカンド正面、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番コマ、これが3度目のバッターボックス、投げた、初球から打ってった、ファウルグラウンド、ボールを掴みました。バッターは8番夏野、今日はさっき、第4球はアウトコース高め、空振り三振、バットが空、第2球投げました、打った、当たり損ねのファーストゴロ、今川ベースを踏んで2アウト、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスには内山、今日はここまで3打数2安打、打ちました、初球打ち、取ってこれで3アウトチェンジ、投げた、打ちました、1・2塁間へ、藤井掴んだ、1塁送球、アウト、3アウトチェンジ、重野三者凡退、無得点。第2球、2球目ストライク、重そうなストレート、投球はこれから3球目、ストライク、タイミング合いません。第4球は打った、引っ張った、ないよ、ボールを掴んだ、1塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番田代、第9球投げた、変化球ストライク、外角高め、さあ次の投球、投げました、見送ってボール、第3球を投げました、ボール、第4球を投げました、危ない球、さあ5球は5球目、投げました、5球目ストライク、重そうなストレート、次は6球目、投げました、三振、バッターは5番藤井誠司、最後のバッターになるのか、ストレートに送ってストライク、第2球打った、セカンドゴロ正面、セカンドから一塁送球、アウト、試合終了、橘見事な完封勝利、メイソン1点差で逃げ切りました。さて今日のヒーローは見事完封勝利を収めた橘、本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は1対0、メイソン僅差で勝利しています。勝利投手は橘、敗戦投手は重野、メイソン今日は手に汗握るゲームを見せてくれました。次のゲームも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。